マルヒロ百貨店、アトレマルヒロアトレマルヒロは、埼玉県川越市は北町105番地にある、マルヒロ百貨店の店舗の一つ。川越駅東口再開発事業により建設された、アトレビルで営業しており、施設全体としては、アトレ川越とも称している。なお、便宜上同一ビル内に立地する観光所や、他の店舗もここに記述する。第三セクターの川越都市開発が、 運営管理するアトレの各テナントとして1990年5月16日開店。百貨店としては、マルヒロ百貨店アトレ店が正式な店名である。名称のアトレとはフランス語で魅力を意味し、公募によって名称を決定した。他にはアピコ、ケリアなどが候補に上がっていた。なお、日本で最初にアトレと称したのは当店であり、 JR 東日本の首都圏にある駅ビルのアトレとは無関係。丸広百貨店川越店とは500メートルほどしか離れていないが中高年層に強い川越店に対しアトレ店では若者を意識した品揃えを徹底することで川越店と差別化を図り、丸広が苦手としてきた若い世代の顧客獲得と川越証券の拡大で丸広百貨店は 川越に天体制を確立、川越地区での売り上げを急拡大させたことで注目された。紙袋や包装紙は、丸広百貨店で使われている埼玉県下、桜草が描かれたものではなく、当初から独自のアトレ丸広ロゴが入った白と青のものが使われていたが、食品売り場のみ2000年代初頭から、他の丸広百貨店と同じ桜草の袋に変更された。 2012年に改装工事が行われ、2012年9月15日に新川越ライフスタイル発信ステーションをストアコンセプトにリニューアルされ、百貨店機能は川越本店に集約してショッピングセンターに転換した。リニューアル後の燃焼目標は140億円としている。また、唯一の丸ル直営売り場であった地下食品売り場も2015年8月に、 ザガーデン自由が丘としてリニューアルをオープンした。そのため、全国百貨店共通商品券と丸広のポイントカードが使用できなくなった。なお、ザガーデン自由が丘は2018年3月25日に閉店している。川越都市開発会社案内広報川越、1989年4月10日、発行号より、ありがとうございます。